単にガストロノミーというと最先端って言うけど、食の今までの連鎖だと思うんだ。あ、今いいこと言ったんでしょ。連鎖、今いいこと言ったんでしょ。ちょっとノートに書きたい。脳が大きくなった人間っていうのは単に食べるっていうだけではなくて、それを調理することによって温かいものを食べた時に前向きに考えれるようになる、うん、例えば寒い時に温かいものを飲んだりとか、疲れた時にそういうものを飲んだ時に、あ、頑張ろうとかいう風なところにつながれる。単にその死なないような食べ物、動物が日々食物連鎖で行っている死なないような食べ物ではなく、食べた時にこう元気になる食べ物になる、うん、いやっていうところに平家の落ち武者がね、こう戦争で負けて山の中にこもった時に、そこでやっとこう、あ、ここだったら隠れる、川もあるし水があるし山があって、あの、キノコとかあるよって話だと思う。着いたところからなんかキノコなんか食べて、うん、あ、みたいな、水飲んでちょっと落ち着けるんじゃないか。でいろいろ探してきてさ、食べるものないから住居ちょっと欲しいです、なんか火を起こしてなんかで、こう、あったかい作ろうぜみたいな、水入れて、魚とかで、キノコとかで、女みたいな作ったか知らないけど、作ったりしたときに、食べたときに、はぁ、うまいって思ったと思う。生きようと。うん。死なないと。いうところから、生きようっていうところに変わる瞬間っていうのは希望だと。だから料理が希望を与えてるっていうのが、やっぱりその、根本にあるんじゃないかな。ここまでコントロールが不能になった人間をもう一度再利用考え直す